世界で活躍する秘訣は何でしょうか。やっぱりあの国際協力をしっかり身につけて、しっかり自分が日本人だということを自覚して、やっぱ世界の人に自分をちゃんとアピールして、積極的に、まあ、いろんなことに向かっていける、まあ、これが一番大事だと思っています、ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、3つあってですね、1つは変われること、絶対にこれじゃなきゃいけないというものは持っててもいいんですが、軸のその脇にあるところというのはアジャストしながらいけること、それからスピードですね、変わるんだったら、どうせ変わるんだったら早い方がいいと、チェンジできること、であとは当社ではインテグリティと呼んでますけれども、誠実に何か物事を成し遂げる、カスタマー、この自分がやってることのカスタマーは何だろうって考えて、そこに対して誠実に素早く変わっていけることというのが必要だと思います。まあ、英語じゃないと思いますね。はい、英語はまあパスポートのようなものですので、その次というのが必要だと思います。はい、ありがとうございました。僕は信念だと思います。あの英語力とかどうこうっていうのは二の次の話で、やっぱりその言葉がつかなかったりとか、そういうことがあったとしても、その人が信念を持って行動してるってことが相手に分かれば、相手も自分のことを信じてくれて、物事は全てこう前に進むんじゃないかなっていうのを、僕はその今のやってる仕事として感じています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫、まず勇気がないとダメだと思うんですね。自分で夢を持って ないといけないし、その夢を生かすための勇気がないとなかなか実現しないと思う。で、やはり外国経験も必要だから、それは言葉の勉強のためにも、にはもちろんなりますけれども、それよりも文化の勉強ですね。だから日本、僕の場合日本文化の、まあ、経験者だから、日本文化を生かすためのいろんな経験を重ねてきました。ありがとうございます。今日一日ちょっと振り返ってみていかが。これはね、なんて言ったらいいかな、まあ、10周年の記念ということで、やったんですけれど、でもやっぱりこれからの10年間をどうするんだというのが、ありますよね。我々は後を振り返っている暇はありませんので、だから、ここまで来ましたよということと、これからはこういうふうにやりますというこの2つの目的があって、その意味ではね、まあ、今日450人近くの人がおいでいただいて、こういう会員が持ってたっていうのは非常にね、我々自身にとって励みになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それとですね、これは同じ質問を今日いらっしゃった皆さんに聞いてるんですけども、一つありまして、世界で活躍するための秘訣は何ですかっていう質問を皆さんにしているんですけれども、これはね、世界の人というのは付き合えば付き合いほどみんな同じだというふうに思うんですね、私はね。だから、まあ、異文化とかなんとかって言うけれど、みんながね一生懸命にやってるという限りではみんな同じだと。で、そういう中で、何が必要かっていうとね、やっぱり自分の考えをしっかり持っているということで、根なし草になってはいけない。で、自分の考えを持って、そして前向きにやっていくという、まあ一言で言えばね、全人力ですよ。全人力、全人力こそグローバル化時代に、生きていくというか活躍するその人間の能力であるというふうに思いますね。なるほど。全人力というのは曰く言い難いものがあって、そう一言で言えないんですけど、でもその根底にあるのはやっぱり自分というものをちゃんと持っているということだと思いますけどね。ありがとうございます。